皆さんこんにちは、市長の江澤紀志郎です。今日は9月29日に行われます飯山市健康講座、講演会のお知らせをいたします。講師は福井大学医学部の、プライマリーケア教授、そしてまちづくり系医師、まちづくり系医師というちょっと変わった肩書をお持ちの井海智樹先生です。プライマリーケアというのは総合診療と訳すそうです。病気だけでなく、健康な人も、そして小児から高齢者まで、その人をずっと見るのがプライマリーケアだとされております。今回その井海智樹先生をお迎えをいたしまして、町の健康は〇〇次第、この〇〇には一体何が入るんでしょうね。そしてこのサブタイトルが人も町も健康であるためにというサブタイトルでございます。井海先生、ご存知の方もいらっしゃると思います。42歳です。入場は無料で予約も不要です。どなたでもご参加いただけます。ぜひ、振るってお越しください。そして当日井海先生が勤めの高浜町の人気者赤フン坊やも来てくれるといいですね。それでは皆さん、ぜひ振るって健康講座井海智樹先生のお話を聞きにおいでください。お待ちしております。